2023年、皆さんこんにちは。9月に、7日、2023年の9月7日、日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。ワールドビジネスサテライトの佐々木さんが、数日前の放送で、まるで建設業界の方たちが増えるような、増やすようなことを、笑いながら言ってたんですけども、ちょっとね、この間、アップロードした内容では、佐々木明子さんを解雇してくださいっていう内容だったんですよ。これも本音で言ってたんです。最終的には経営者の判断にはよるんでしょうけども、そもそも今経営陣なのか何なのかっていうところと、それと、あと、責任問題だから、テレビ出てね、もう長年、もう40超えてる人で、今更建築業界の人増えたら困るっていうことぐらい分かってなかったら、話にならないんですよ。で、この間の金曜日は大江真理子が出ていましたけども、ワールドビジネスサテライト。佐々木さんが水木金だったでしょ?で、その動画はね、削除されてるんですよ。身勝手にサイバー攻撃で。だからね、していいことと悪いことと仕事なんだから絶対覚えなきゃならないっていう部分がある。で、その部分について、僕が言ってるのは、みんな解体業の方に回ってって言ってるんですよ。で、解体しなきゃならない現場まで撮影してるんだから、伊藤ハムの工場含めてね、阪神物流センターの倒産は一回見てますから、新聞のニュースで。まあ、事実そうだろうなと思います。自分で働きに行ったこともありますから、あ、そうだろうなって。本当に物流センターがいるんだったらそこに作ればよかったのに、ああいうふうに今、建設業界の人たちが神戸市内の方に作ろうとしてる。西宮北部の方に阪神物流センターがあったんですよ。で、現在もあるし、物流センターで稼働されてるところは稼働されてるんですよ。人口少子化でしょ?話全然噛み合わない。もう多分余計な工事してしまった方だと思いますよ。なぜなら黒猫大和さんの方の従業員を増やしちゃ良かっただけだから、その阪神物流センターに黒猫大和さんがあって、そこ綺麗になってたから、建物多分建て替えたか何かしたんじゃないですか。それも当分何十年も使えますよ。下手したら100年ぐらい。構造がシンプルだから。もしかしてそのバッテリー搭載したコンピュー、ロボットを動かして物流の管理させようとしてるんだったらそれ大間違いですよ。余計なエネルギーが消費されるから無理。バッテリーの原料含めてね。それをワールドビジネスサテライトが進めようとしてきたんだったらそれも佐々木さんとかにも責任があるし、コメンテーターの人たちも責任があるし、国にも責任がある。そんな、そこまで大バカな答えにはならないはずなんですよ。アメリカがしてたら、僕はアメリカの方を叱ります。間違ってますよ。はっきり言います。電気自動車かって言ってるでしょ。で、アメリカでも地震とか発生した時に、倉庫のね、高さは極端に高くしてるんですよ。人間が作業していて、で、その棚が倒れたりしてるんですけども、棚をしっかりと固定していればいいのと、あと高さが極端に高すぎるんですよ。人間の手が届く範囲の、1.5 メートルぐらいでいいんじゃないですか。それで棚作っといたら、地震来てもなかなか倒れないでしょ。で、天井低くしておけばいいんですよ。横に長くしておけばいいんですよ。アメリカの方が国土面積広いんですから。知恵工夫が全然足りてない。経営者として失格、アマゾンさん。だから、ガーファ、世界のガーファとか呼ばれてますけども、昔からの順序知ってるんですよ。その、ね、工場の、その物流センターとかの工場の、物流センターも工場、物を置いておくところね。もう10メートルぐらいかもっとの高さにしていて、そして地震来たらそれ倒れるよって。地震がなくても何かフォークリフトとかぶつかっただけでも倒れるんじゃないですか。なぜ高さをそこまで高くしなきゃなんないんだ。上げ下げで余計労働力必要になるでしょ。
頭の中が悪い人が作ってしまってるんですよ。もしかしたらアマゾンさんじゃないかもしれません。基本的に物流関係はアマゾンさんだと聞いてるんですよ。どうなってます？私の方の情報不足ですか？で、これ誰かが言わなかったら、それちょっと徹底的に突き止めて、これ何年も前にも言ったんですよ。それこそ1998年、フルーツラップ勤務時。屋根低くしておいたらええって、黒猫山本で働いていたか分かるって。で、工場でも働いていたから、ね、平賀工作所という精神中央、神戸市の精神中央にある、工業地帯なんですけども、そこはね、危険ですね。棚をね、まあ、10メートルぐらい高くしていて、加工した、金属類のものを置いてますから、もちろん、チェーンを引っ張る方のね、人間が滑車を利用して動かす、システムですね。だからそれによって、物を上げ下げして置いてるんですけども、あれは、僕が働いたのは阪神・淡路大震災の前なんですよ。そこで働いていたのは。高校1年生の頃。じゃあ2年生。高校2年生の頃ですね。高校2年生の頃で、間違いないです。1994年ですね。だから、阪神・淡路大震災の時、倒れてきてる方かもしれないですね。一応、震源地からだいぶ山の中だから、震度はだいぶ軽減されてるはずなんですけども、山がね、結局岩壁だから、重しになってるから、揺れにくくなってるんですよ。ほんとほんと。まあ、わからない人は何回説明してあげてもわからないみたい。本当に。佐々木明子さんの件に関しても、大江真理子を地上波に出しなさいっていうことを僕は言ってるんですよね。で、一部責任問題ではあるんですけども、ただしね、このエネルギーの残存量問題にしっかりと、軸足を置いてなかったら、建物を建てすぎてる件も覚えてなかったら、みんな、不正解を言うんですよね。で、社会に間違えたメッセージを与える。万博開いてる時点で国連レベルで、分かってないんですけども、だ国連のその人たちの三親等以内の差し押さえが必要になってくる。いつまでたって万博というやんちゃなものを作って、議員同士で金回してるようなものだから、あと建設業界と。もうこれは本当。で、そういう消費税上がりっぱなし。許せることと許せないことがある。スタジアムの建設も同じ。その三親等に、スポーツ選手とか抱えてたらどうなるかって議員が。もうその人たち、横領だ。簡単でしょ。で、それを民事で国庫にお金返納してくれっていう話になるんですよ。あなたたちのしたことだからって。もともとあるのに、あるものを使ってりゃいいのに、あなたたちがしたことだからって。僕は何回か抵抗しましたよ。何度も言います。東京オリンピックの前の時にね。もうボクシングもいらないって言ってましたもん。もうあれもいらない、これもいらないって。もうカノンなんかいらない、いらないって。で、案の定、ガソリンか電気使用して、ああいうふうな海流、まあ、海流って言ったらいいのかな。川の流れ作ったりとかして、ひどい大人の遊び方ですよ。どれだけ金に飢えたらそこまでみんな困らせるの？エネルギーの残存量問題の方が上なんですよ。90億人の命かかってるから。今だけで90億人ぐらい。ただ人口は、先進諸国は少子化ですけども、発展途上国は人口増えてるから、どうせ発展途上国でもう変な経済の話で、めちゃくちゃなお金の回し方知るんでしょう。すぐわかるから。まず、大元が議員とかと、あとエロ業界とかと組んでるところ、あと自動車売りすぎ、その辺の話でシャットダウンをしていったり、口座の差し押さえ、会社の、個々に返納。はぁ。テレビ出てる人がしっかりと覚えておかなきゃならないことを、何年経過してもずっと間違える。僕は指摘してるのに。
テレビ向かって言ってる何回か。ついに僕は撮影しに行って、それ見ても分かったでしょ、実態世の中の。人口少子化。だいたいこんなところ外国人の人はまず来ない、ほとんど。いない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 。で、コンピューターは一人でもいたら、今の言い方間違えたらね、いるみたいな形で攻めてくるから、電波で。頭の中取ろうとしたりとかね。いるかいないか。変なクイズ。100人に対して1人でもいたら、いたっていうの。1000人に対して1人でもいたら、いたっていうの。1万人に対して1人でもいたら、いたっていうの。それがコンピューター。原油の残存量問題、1リットルでも残ってるっていうの。それがコンピューター。残ってるか残ってないかを聞いてきたから。本当は分かってる AI のコンピューターは。それは残ってないという判断でよいって。普通はそう。そうじゃなかったら計画立てられない。だ裁判所の裁判官が法廷で多少の言い間違いは認めますっていうことを言ってるんですよ。そうじゃなかったら方言喋る人、的確な標準語なんか喋れないでしょ。電波のこと分かってるから裁判官も。だから佐々木明子さんの出勤日数を削ってるのか何なのか、何らかの形でペナルティー与えなかったら、あの人も自分の顔きれいになってるから油断しっぱなし、ずっとニコニコしてるから。だからダメなんだと思う。ジャニーズも同じ。顔きれいになってるから。だから油断するの。だから適当な調子乗ってる歌詞を、まだ二十歳前後のやつらが、お前誰にも分かってもの言うとんねんっていうような。髪の毛染めてるでしょ。ヤンキーか、調子乗ってる、親が芸能人。はぁ？お前ら強制労働行けよっていう話、本当に。だから僕は一時は、まあ物事をね、まあ、社会出たし、出たてだし、もうしょうがないかと思って、テレビ東京で、まあ、ジャニーズ用の番組でね、工場の電柱を作る仕事とか、マンホールを作る仕事とか、災害時ね、テレビの放送は、ああいうふうな大きな地震の時は、絶対音楽番組とか放送しません。ドラマとか。地震の災害情報だけ。どこのチャンネルも。だからその時仕事なくなるでしょって。もう先に覚えといた方がいいって。これで僕たちはみんなの役に立ったって言えるって。それでお客さんは曲聴いてくれるかもしれない。ライブに来てくれるかもしれない。もうそういう番組もあったんです。だけども、ちょっと根本的にジャニーズの場合は、会社に問題がありすぎます。歌詞。歌詞が調子乗ってるような歌詞乗っちゃダメ。誰かのためとかじゃなかったらダメ。自分たちが調子に乗ってるような歌詞なんかいらないから。聞きたくないの、こっちは。金払ってんの。NHK 料金。わかってる？民間が金払ってる？知ったことじゃないよ。CM 料金？スポンサー料金？そこも税金混じりや。身の程わきまえろ、テレビ出てる人間が。何回絡んできてん？ジャニーズ程度で。もともとしょぼい奴らの集まりがジャニーズや。曲と良い歌詞書ける人間や、努力してるのは。もともと親がエロ業界だった人間何人おんねん、ジャニーズのところ。そんだけ人数集まってたらもうそうなるわ、もともと。いいか？もう真面目側のジャニーズは淡井圭介さんがちゃんと敬語使ってくる人間だったらもうそういう態度とかで見るけども、1956年に売春防止法が出来上がってる。な、それまで政府上層部で議員含めて金持ちもそう、テレビ局もそう、な、金で女飼ってた人間、男飼ってた人間、女もおるから、そういうやつ。もう、本当に世の中甘く見んなって、本当に。で、暴力団も、いたから、本当に。で、いやもうそれは政府と癒着してたのよ。もう最初から話し、むちゃくちゃや。道理で神風特攻隊なんかさせとったわけや。なあ、それからまとも側の人間がルール法律で裁判所を稼働させて、少しずつでも、封じ込めていってたんや。
もともと光源氏とかの時点で、僕より年上だけども、当時の僕より年上の人たちに言われてるから、あんな構造どもは一体何様のつもりなんだと。髪の毛染めてめちゃめちゃ調子乗っとるやないかと。ローラースケートで歌歌う。はぁ？お前ら楽器できんの？って。楽器できた？じゃあ次は、どの程度の楽器を弾けんねん。どの程度の楽器を作ってんって。なぁ？弾けるだけとかだったらアマチュアや。TOKIO さんの空船、あれはいい曲だった。で、ただし、それは TOKIO さんだけで作ってるんじゃないの。いいか？無駄な動きが多すぎんねん。踊りや。踊りがいらんの。ローラースケートもいらんの。余計な演出もいらないの。経費がかかってる。それと、踊りなんかで時間使ってたら肝心の楽器が上手くならない。曲作ってる時間がなくなる。歌詞書けない。昔の戦争をリアルに描いてる映画とかでもいいから、メモ帳と何でもいい。こういう、もう余った紙でいい。家に投函してくる、ポストに投函してくる、チラシの裏とかで、ね、こういうのあるから、裏にメモできるもの。それと家なんか掃除したら、鉛筆とかシャーペンとか出てくるから。で、それで一旦メモしたい。もう走り書きでいいから。一時停止してなあかん。映画の内容。そうせんかったら詳細、結構な文章書かれへん。で、僕も自分で映画を見た時の感想書いてるでしょ。戦争の映画の方。かなり何回も一時停止をして、だから一本の映画でだいたい半日以上かかります。しっかりとした感想を書くのにね。そういうのを元に作って歌詞とか書かないと。今のジャニーズでまだ残ってるメンバーは、淡井圭介からのこういう話を聞いていて、ああ、どこに無駄があったのかなっていうことは、もう分かってくれてると思う、本当は。で、今、ジャニーズの性加害問題があるから、それはもともと僕も問題視していた。2011年以降の送ってる SD カードの中で、ジャニーズ関係の問題を言ってる、提起してる。で、今、裁判官で、誰が20歳以上どうこうみたいな判決下したんだっていうことは、一部の警察官に調べてもらってる。で、連絡はもらえますかって聞いたら、返答なかったから、あとは裁判所で聞く。どこの裁判官がそういうふうなことを言い出したのか、判決。法廷、被告人として出す。それこそ最高裁。今、高等裁判所の方で、正直僕の今の件で、手いっぱいいっぱいだから、もう今上がってるもので行きましょうっていうことで、まあ、担当の書記官、藤井さんおっしゃっていて、まあ、最終的には裁判官が決めることですが、とか、まあ、どうしても、法律がね、頭の中入ってたで、そういう返答になってしまうんですよね。最終的に、合議制で裁判官の判断ですから。な、聞こえ方によっては、まあ、受け手の方が何かこう、心ない返答に聞こえるかもしれませんけども、いや、まあ、その時の藤井さんはね、ちゃんと心ある対応してくれてるんですよ。で、まあ、ここのね、僕もそれをね、短く言ってるから、詳細いちいち、言葉一語一句ね、そのまま掲載しなかったらわからないでしょ、受け取り方の人たちが。今、略して言ってるから。世の中もともとそうだから、佐々木明子さんだけじゃなくて、他のテレビ局の報道関係に出てる人間でも、もうしょうもないこと言ってるんだったら、逆に国庫に返納してもらうから、お金。特に髪の毛染めてる人間なんか3割返納を求めてるから、もう裁判所書類出しと。東証一部二部上場も同じや。プライムだからどうのこうのしたことじゃないって。それ、管理してた役員全員責任あるよ。もう芸能事務所の役員も同じや。もうじったばった、じったばった、髪の毛染めるなんて、淡井圭介が1998年の時言ったでしょ。僕も会社の人間に言われたんです。ファインハイゼンの人に。新栄フーズの人にも。髪の毛染めてる人間なんかに仕事回せないよって。
あ、それをみんなの前で言ったんだから。それからテレビ出たんだろうって。そいつらが先輩だったんだろうって。その下にジャニーズがいっぱい出てきたんだろうって。韓国人知らんよ。ここ日本や。君たちが他国まで来て髪の毛染めてる姿なんか見せるから韓国の立場が低くなんねえよ。自分の国の人たちに訴えてもらえ。その若さだったらそれで社会の厳しさやっと身につく。国庫に返納や。韓国の国庫や。もうそれで韓国の消費税上げるの食い止めるしかないって。もう2045年になったらあれやぞ、65歳以上の人が 50% を超えるぞ。踊りがいらんねん。踊りが良い歌詞と曲じゃなかったらこちらもタイアップつけれないから。でバンド内でそれが作れない場合は日程的にスケジュール的に忙しかったりしたらライブとかもあるから、テレビ出演とかも。だからそれは周りのサポートしてくれるメンバーとかサポートしてくれる。だから淡井圭介絡みのところに関しては良い曲や歌詞がついてる。君の名はそうだったでしょ。でガンダム関係ナラティブもそう。これは淡井圭介提案。ストーリーも大枠は僕の方で言ってる。でまあ君の名はもう全部そう。最終的にね、隕石が落ちてきてるのもあれはコンピューターの電子レンズは信用できないから、人間の天体望遠鏡のものすごく大きいもの、もうこの直径がもうこういうもうものすごく大きいものでだいぶ先まで見えるから、見えた時にしっかりと計算してどの辺に隕石が降ってくるか、それを放送して緊急避難、これが未来から声が聞こえてくることを世間に公表したら当たり前にできるの。社会の役に立つっていう心構えのない人間が金稼ぎでテレビに出たらダメなの。根性ないから、根本的に。根性曲がってる状態や、それだったら。基本給とかの給与の算定表でも同じや。もうそれで固めんかったら無理や。だから佐々木明子さんに厳しい言葉を書いた動画をアップロードしたんだけども削除されてる。これは会社のあり方として非常に良くない。そういう体制だったからこそ、あなたたちが社会に対してすごく迷惑かけてきたんでしょって。僕はどれだけ良い番組作ってきたのって。分かってるでしょって。で、もちろんテレビ東京の社員の方たちで、淡井さんの言う通りだとか、淡井派の人たちは結構いらっしゃると思います。そういう人たちで頑張らなきゃなんない。一度テレビ局合併して、ほんとチャンネル多すぎるから、有料番組も、こんなにチャンネル増えたら有料番組なんか成り立たない。大したお金が入ってこない、入ってこない。もう分かりきってたことや、最初から。もう世界中の人口縮小してるんだから、先進諸国は。先進諸国はお金持ってるところだったんだから、もともと。これは佐々木明子さんだけじゃなくて、他の報道番組の人間全員にも当てはまるし、バラエティ番組とかでも同じ。音楽番組でも。世界の五大問題ぐらい、3日もあったら覚えれるやろう。エネルギーの残存量問題ぐらい。もうほとんど淡井圭介より年下の人間だろう、テレビ出てる連中は。お前らの大先輩や。ええか、国会で淡井圭介は大臣クラスとして扱ってもらっとうね。大きな会社っていうのは、いろんな会社の集まりなの。ね。会長さんっていう立場は、いろんな会社の社長さんの集まりの中の代表者が会長なの。そこと大臣は同格なの。わかってる？都道府県知事とかと同格なの。それぐらいじゃなかったら物言えないから。上下関係分かってない中間の人間が話潰しようから。自分たちの実力ないことを認めて、しっかりと敬語使うこと、淡井さんに。淡井圭介さんに。
な、声がちょっと自分の喋り方でわかる、まだ敬語使わないでいようとしてる抵抗勢力は存在するっていうこと。どうせ大したことないんだから、ちょっと喋ったらすぐわかるんだから。で、正直経営者の人間も、もう65歳超えて経営者なんかもう無理だって。もう国会議員も同じやん。まあ、岸田さんは場数踏んでたり、実質的に安倍政権の時外務大臣だったから、僕からの提案でね、世界中の政府上層部が動いて、トランプ大統領が、ムン・ジェイン大統領と、キム・ジョンウン、書記長、かな、北朝鮮の代表として、首脳会談、韓国と行って、オバマ大統領の時に私からの提案で広島原爆投下の日に来ていただいて、リニアモーターカーとか新幹線も安倍さんに新書を書いていただいて、総理が書くの新書っていうものはなかなか書かないの、新書っていうものは。それをアメリカの当時のオバマ大統領にお渡ししてるんです。で、インドネシアの新幹線もそう、まあ、中国とうまく本当は役割分担で、インドもそう、鉄道昼間ガラガラ、テレビ局昔の映像ばっかり出してくるからや、みんな感覚おかしくなった。もう他の国、インドネシアも昼間ガラガラや、電車どこの国も同じや。もう実態ここまではっきりしてる以上、なんかまだ違うとか言うと、声がしと電波で聞かしてきと、そいつが洗脳されとるだけや。もう土日の平日とか何かイベント、スポーツでも、まあお客さんがたくさん来るコンサートとかでもそうだけども、それだったら昼間とかでもある程度埋まったりはする。まあいっぱいになるときはいっぱいになる、イベントとかで。だからそういう時の話をしてるんじゃないの。ちょっと聞いてくれる？神戸市の、北に三田市っていうところがあって、その三田市から尼崎に向かって列車が走っていて、で、尼崎から大阪の方に繋がってるんですけども、そこで昔脱線事故があったでしょ。大阪ヒルトンにずっと通勤していたら、まあ、あの時間帯だったら僕は巻き込まれることはまずなかったんでしょうけども、ああいうふうな事故があったと。で、その、サンダと尼崎の間までに、だいたい宝塚で普通車両だったら快速に乗り換えたりします。快速電車もなかなか走ってくれないの。人口あんまりいないから。24の県よりも神戸市民の方が多いんですよ。で、7両編成の普通車両、三田駅、一つあたりの、少なくとも僕は座った時の車両、8に乗ってる人、5両でいい。自分が乗ってないから想像でもの言ってるんだろう。自分で動きなさい。その、昼間、電車がガラガラじゃないって思ってる人。昔の映画とか見たんやろ？当たり前や、その頃は。車があんまり売れてへんからや。人口縮小してるって言ってるでしょ。減ってるの、根本的に。まあ JR の人は、僕はその時乗った時にそれ考えたから、電波で JR の人たちにも伝わるので、それはいい案だと思いますとか、だから7両編成を5両編成にしたらいいとか思ってたの。僕勝手に言わなくても伝わるから。ちょっと報道関係の話に戻りますけども、だからね、こんなに社会間違い始めたら、もうとにかく徹底して報道番組全員、他のバラエティ番組も真面目なことをしてるかしてないかを見なきゃなんないから、チェック対象者が多すぎる。だから、テレビ局合併、番組の数を減らす。まあ最終的には裁判官の判断なんですけども、もっと早くにするべきだった。で、夜中明け方とかの、
試合に関しては日本代表は出場しないありとあらゆるスポーツがという形にしておかなきゃならないのと、あと野球も、高校生で世界戦は早すぎる。みんなの税金たかりすぎ。あ、それは無理だ。それで1位取ったから金メダルとか。あれ1個打ったら、まあメダルはオリンピックと比べたら小さいと思う。だけど、相当な金額で売れると思う。200万円以上じゃないの。で、加工するだけもったいないからお金にしたらいいとかいう話があるけども、根本がずれすぎてる。エネルギーの残存量問題。高校生から世界中飛び回る、そんなバカなことしちゃあかんよ。もう世界中はしてしまった後や。もう出場しなくていいから。誰が決めてる高校野球のことを。銀さんほんと何してんのっていう話、本当に。ハリキューマッサージをちょろちょろ復活するし、裁判所は5年間で廃棄するから、裁判番号は残るんだけども、もう僕のホームページに判決出した後、貼り付けておくから。ハリキューマッサージ禁止。もともとそこは芸能人とか、もうスポーツ選手とかも同じ。もともと芸能人。もみ屋で金稼ぎをしようとすると。で、もともと、整骨院。ね。脱臼した人とか、そういう人を治すっていう名目だったんだけど、昔からすぐ倒産する。そんなに怪我する人いないいないいない。危ないスポーツの数減らしたらよい。もう最初から効率良い方法を選ばないと。で、太陽光パネルの設置や。生産と、運搬と、あと電気工事。使う方はいつも通りや。屋根の上明け渡しなさいっていう法律作ったらええねや。なあ、もう、これしっかりと、各テレビ局の正社員の人間見とかなきゃダメよ。本当に。公務員として来ましたとかで言い訳通用しないから。公務員だったら余計立場の方があなたたちの方が上でしょ。しっかりと管理なぜしてないのっていう話になるから。もう実力ない人間がテレビ出なくていいから。もうがんば番組合併ぐらいがちょうどいい。で、特に、女性で多いのが、エロの、下着以上の写真集を出した人間。いらんから、そんな人間。もうそんな人間もテレビ出さんかったらいいの。な？男性でも出した人間いらんって。法律に長けていて、今までどのような判例があるのか分かってる人間が決めたらいいの。他の人間じゃ無理だから。自分たちの仕事が取られるとか思って、わがまま、身勝手なことばっかり言うから。まあ今のところ佐々木さんの扱いは金曜日を大山莉子とこうで、まあもともと大山莉子もテレビ東京の有料番組に行ったりしてるだけで、どこからどこまで、厳しい対応したのかどうかのところがはっきりよくわからない。もうあんまりその、もうこの段階でも甘い対応できないから、役員の人たちもこれ見てます？本当に。見なきゃダメよ、テレビ局の全役員。いい？私が会長と同格よ。もうそれいいでしょ。そういう証言を集めなきゃならない裁判所の人たちの苦労、わかるでしょう。これだけ世界中の政府上層部を動かしてきた人間ですよ。実力で物事見ないと。大臣、並かどうか実際は大臣じゃないけども、その人間の意見に従っといて、正直それ自分たちが言い出しにくいでしょ？視聴者、お金払ってる方。で、いろんな判例知ってる、世界中の政府上層部が動いてる、彼の言ってることがまともだ、自分にも子供がいる、エロ業界とかに巻き込まれたくない、この方法で、この方向で行きましょう、これでいいじゃない。他の政府も本当はそう。例えば CCC カルチェア、フィリップス社、オランダ。ちょっと貿易収入で稼ぎすぎて、エロ業界増えた？もう全口座差し押さえ。もう日本に飛び火してるよって。CCC カルチェア、オランダ。通りでフィリップ
木村っていう選手ですかね、総合格闘技の、その永久追放だのなんだのっていう話になってますけども、もう最初から格闘技なんかしてる暇あったら法廷で自分の国のしてる悪いことをしっかり管理しないとならない。で僕ももう訴えてるから、あのコンビニ関係と、ツタヤとかああいう風なレンタルショップはアダルトコーナーいらんって言って、それ暴力団の資金提供やって、何一般人巻き込んでんのって。僕なんか購入させられたと言ってもいい、その連れて行きおるか、連れて行かれて、これちょっと見てみとか言われて、で買わされて、でまた映ってんのがね、やってる方がそのエロビデオのね野球選手に似てる、かなり有名な。でそれ捨てたら家の中戻ってきてんので、僕は売るでしょ、売ったら暴力団への資金提供っていうような形に持っていきたかったんじゃないの、そいつら。でそれはもうだいぶ前から家の前に LDVD とかそういうものは一切ないんですけども、それはインターネットである程度調べる、 DMM.com とかまだインターネットで稼ごうとしてるでしょ、エロで。もうそういう国の口座全部差し押さえでいいんじゃないですか、そういう業者。いいでしょそれで。まあとにかく僕は動ける分で今のところ物事を進めています。だから報道関係で言い方とか喋ってる内容とか間違いないように、まあ昔の番組再放送してるチャンネルがまだあるみたいですけども、もう合併した方が早い、あんまり大した番組してない。青井圭介の提案で出来上がった番組で、まあ、良い番組は多かった、これは事実であると。で視聴率も良かったと。でそれプラスあとちょっとここ変えなきゃなんないっていう部分は事実としてある。例えば海外から日本に仕事で頑張って日本語を覚えに来た人たちが母国に帰るときお土産はこたつ、TOTOのトイレなんかいらないって、ウォッシュレット電気代はかかるわ、工事はせなあかんわ、もう。あのね、冬の便座でそこまで気にされる方は、便座にこう、なんていうんですかね、昔で言うとこう靴下みたいなもの、まあ、便座がね、こう U 字で先っぽの方がこう開いてるやつね、そこだったらこう靴下みたいな、あの毛布じゃないんだけども、何て言ったらいいかな、あったかそうな、ものをこうつけてないでしょ家で、電源とか使ってないもともと。たまにそれを洗濯すると、まあ、だからね、とにかく物事早く進めなきゃならない。以上です。テレビ東京の人たちも、だけじゃなくてね、その各報、特に報道関係、しっかりしてください。で、各バラエティ番組もしっかりと取り締まるように、自分たちでね、できるから。青江さんに言われてるんだから。視聴者。世界中の政府、とパイプのある人間が言ってる。日本がそこしっかりしてるかどうかで世界中のそのエロ業界の口座差し押さえれるかどうかの話にも影響が多分出てくるんだと思いますよ。自分の国ができてないやんって言われたらそれしまいじゃない。いいの、これフルオープンで字幕つけて世界中へ。そうしたら自分で自分の国取り締まりよ、エロ業界。簡単でしょ。真面目に生きてきた人間が、まあお金持ちになれる。それでいいじゃない。でしょ？
卑怯なことしてる人間は金持ちになれる。何夢見てんのって。それが夢だったのね。スポーツ界の笑わせてきた側の人間は悪いルール必要でしょ。はあ、だから介護と称してこの辺りで変にね店舗数を増やして金稼ぎしてる連中で、あと警察官の人も、警察官がそのとぼけてるんじゃなくて、世代的にね、ちょっとその辺のところが認知できてなかったっていう部分があるのと、これ全面的に言いましょう。これもともとそのハリキューマッサージ屋と、介護は一緒になったの、これ順番があるんですよ。訪問介護あるでしょ。訪問介護の奴らがまず最初に悪いことをする。訪問介護をしにくくさせることに成功したそいつらは、ああいう風に連れ去り事件型で認知能力が低い老人を、介護事業だと言い張って連れてくる、もしくは誘導してくれる、次何曜日来てくださいとか。もともと医者の手口、これが本当の話。医療業界もこの話から逃げちゃダメ。そこでちゃんと僕は、ああ、この先生はいい人だったなって、言うときは言うから、ちゃんと。だから精神病はもう無理やわ。その金の稼ぎ方したらもう無理や、あとないかも。ちゃんと自分から、まあ、本当はこの薬飲んでもあんまり意味ないと思うけど、って言ってるお医者さんが、まだ見込みのあるお医者さん。で、あとは髪の毛染めないようにしておくこと。海洋基本違反。まあ、それぐらいは学生の頃みんな髪の毛染めなくても生活できていて、髪の毛を染めなきゃ気が収まらなくなってる人、もうパッパラパーになってる。自制心がなさすぎる。で、僕のケースの場合は本当に一日に100人以上に絡まれたりしてるから、春山整骨院プラス買い物とかね、あと車の本の音。普通本なんか鳴らさない。自分が車運転していたから分かる。あれ挑発行為。何回もしてたら、刑事事件だったら、累犯加重。だから交代でそういう行動をしていた、していれば、警察官を動かして精神病院行きにできるだろうって思ってた連中と、医者絡みの元議員だった人間、もしくは、現在議員の人間が有馬警察署に来て、で、医療業界へ淡井圭介を回して全てを隠蔽しようとしていた警察官もスポーツ側の人間がいたから、やっぱりそういうことになる。スタジアム建設費用。サッカー界に警察官何人いたのっていう話になってる。森保監督はいい。僕からの提案で言った人だから。刑務官。本当に刑務所があって、禁錮刑があるっていうことを分かってる人間じゃないと説明できないから。ちょっと話長くなりましたけどね。各報道機関の皆さん、しっかりと覚えておいてくださいよ。今更ホームページ、淡井圭介の履歴の48番とか、52番かな、58番だったかな、解決策を載せてるところの方、それ知らないじゃ済まされませんからね。世界の五大問題とか地震の発生の仕方について、一般人本当に間違えるから、みんな節約呼びかけてくれてるテレビ局のアナウンサーとかコメンテーター何人います。呼びかけてる人だけ残すっていう話でいいんじゃないですか。で、自分がそうしてるっていうところ言ったらいいんじゃないですか。僕はしてますよ。まだ水のシャワーで頑張ってる。今9月7日。湯のシャワーいらんいらん。風呂なんかたかないたかない。未来の人たちのためにガス残しといてあげないと。地球は永遠に湧いて出てくるものじゃないよ、ガスは。天然ガスの7割は石油の揮発したもの。で、もともと原油の層だったところが、石油層だったところが、完全に揮発してガス油田になったりしてるだけ。どうすんの？もう、ガス技術的採掘可能埋蔵量、50年分ないよ。本当は急にエネルギーの輸入止まってもおかしくない。それになったらどうなるかって言ったら物流は全部止まる。スーパーマーケットに食料品が全部並ば
並ばなくなる。車も動かせなくなる。ガソリンも入ってこなくなるから。その頃は。もう目と鼻の先ぐらいの危機感持ってるぐらいがちょうどいいの。そうじゃなかったらみんな頑張って節約しようとしないでしょ。自分の国に、自分たちが産油国だったり、ガスを生産している国の人間だったとして、自分の国の人たちに他国を売るのやめてくださいよ、王様って。サウジアラビアの、多分ムハンマド皇太子、今も本当は国王でしょ。一時そういう記事見たと思うんですけども、サルマン国王もう80歳超えてるでしょ。無理ですよ。認知能力的にね。だから、それは私から進めましたし、まあ、実際サルマン国王にその日本に50年ぶりに来ていただいたりとかも、それは私からの提案です。まあ、カタールの方もガスの各所は記載してくれてます。だけども今後50年間ずっと、これだけの数量を売りますとか、そういうそこまで数字の明確さとかない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 。でカタールだけじゃないから、もっと近いとこサハリン、ロシアの距離近いね、輸入するときの距離短い方はガソリンいらないでしょ。船ガソリンで動いてるんだから原油や。もういちいち淡井圭介の言うことに抵抗しようとするな。本当にどこの誰やねん。本当にいいかも、名前名乗れ、電波で聞こえてくるから言ってみ、何年の何月の何々ですって。あと職業、ああもう全然聞こえない。こっちで聞かされたのはズルッとかいう声だ、ずっこけるみたいな、ああいう、もう違う違う、あれは図面とかを書いていて忙しくてね。例えば僕の家の中だったら、もう家の中もう書類だらけになってるから、自分で本当に踏んでしまいそうになる時とかあるんですよ。だから書類とか踏んで、その滑ってる、転んでる、それズルッとかいう表現。なんか本当は、それだったら侮辱してる方や。喋ってるだけで、テレビ局のアナウンサーって金もらえてるんでしょ。で、それでしっかりしたこと言えないんだったら、根拠なくなるでしょ。いや、仕事をさせてあげるための根拠、本当に。ちょっと以前の YouTube にアップロードした内容は解雇打倒みたいなことを記載してたんですけども、テレビ東京の正社員の人なんでしょ、佐々木明子さん。違います、もしかして芸能事務所の方ですか。大江真理子はもう芸能事務所の方でしょう。安住さんなんかは TBS の安住さんなんかは取締役でしょう。で、大下容子さんもそう。もともと僕はテレビ局のアナウンサーが役員に何人かなるべきだっていうことを言ってるんですよ。責任問題。で、安住さんが出ている TBS の夜の報道番組、土日かな、あのあたりもゆるゆるなってるから、根性ない。テレビ出演者の人間とかが放送内容、しょうもない内容を放送して、茶髪のやつ出して、茶髪かな、もう金髪に近かったかな、もう名前忘れましたけど、どうせしょうもないやつだから。こちらが叱ってんのに、ヘラヘラヘラ笑ってんの。もう我慢の限界来る。俺もう国庫に返納せえの、俺。みんなの税金マジや、そこは。もうバラエティでも何でも同じや。他の会社から来てる、知らんよ。ここに返納せえや。こういうふうにテレビ出演者に平気で敷かれるような人間がいなかったら、社会どうなんかもうみんなわかるでしょ。もう昔からめちゃくちゃ、今もめちゃくちゃなまま、いろんな人間が、淡井圭介のまとも側の人間が味方してくれなかったら無理で、まとも側って言いながら、髪の毛染めながらもまとも側で、もまともな感じじゃないか。もう足引っ張るやついらんから、本当に年配者でも。僕より年上の人間でも。
無理なのは絶対下着の下着以上の写真集出してるところと、もうシティハンターもういらない、いらない、いらない、映画がいらない、もう主人公がアホなことしすぎや、少年誌でも。少年誌だったら何でも許されるじゃないから、もうアホすぎるって。だから、ね、これどう思います？皆さん、台風のこと、僕のホームページ、淡井圭介の履歴作ってるでしょ？そこの95番とか天気についてとか、台風についてとか、そのあたりにあるでしょ？ 95 番の近くに。それ見てもらったら分かるでしょ。で、エンジェルダストでしょ、天使の涙っていう日本語で、英語ではエンジェルダストでしょ、ダストはゴミ、エンジェルゴミで、アメリカではヒラリーという台風がアナハイム、エンゼルスの方へ行ってる。で、翔平がいるから分かる、日本のニュースで流れるから、ちゃんと試合が、僕も気にしてるから、あの、試合休みになってるから、あの台風も、あの、多分、あの、アナハイム直撃してると思う。名前がヒラリーのところはもうどうでもいいと思います。ヒラリー大統領になれなかった女性の、まあ、けど、国務長官まで上り詰めてましたからね。だから男女平等である程度の部分は聞かせているんですけども、今度女性の方が手いっぱいになりますよ。国のトップなんかだったら。ある意味責任問題で上登ってますからね、みんな。だから上と下との関係で、信頼関係で、この人なら総理がっていう部分があるから、明確に言えるから、私の方も。だからそれがないと無理だから、そういう部分でも僕は選挙には出ない方がいいって自分で思ってます。上と下とのそのつながりがなかったら無理だと思う。上の方だけで金儲けしてるように見えるから。あ、けどもう実際違う、もう法律による昔は闘争が激しかった。田中角栄さんも捕まってる、僕が生まれる前の総理、その親族の人がまた選挙に出てるから。田中真紀子さんだったかな、もういらっしゃらないかな、うん、僕は若い頃の人、国会議員の。あんまり上の世界が良い世界かっていうと、そんな甘い世界どこにもない。連れて行かれる、普通の民間会社でも、警察官、社長は。普通に仕事していた時に、法律を身につけてない状態で、ね、仕事していたら、人格的なところだけを見て、この人いい人かな、真面目そうな人かな、頑張ってる人なんだっていうところだけで物事を見てしまうから危険なの。実態は全然違うから。もう最初から最後までめちゃくちゃ、もうみんな手に負えない、最初からの世界が。最初の世界っていうのは、第二次世界戦争ぐらいの頃からを僕は言ってるんですけども。売春防止法は1956年でしょ。もうめちゃくちゃすぎる。そんなもん、その辺の男性、真面目な男性だったらわかるでしょ。その辺の女性と、その、恋人としてお付き合いなんかしたいと思います。僕絶対無理。どこの誰か素性のわからない人間なんか絶対無理。もともとエロビデオに出ていた人間とか、もう今だったらエロ DVD なのかな。だからそういう業界に混ざってるから、社会にすでに。もう老人とかそういうやつが多いから、だから淡井圭介の自宅の前とかで髪の毛染めてる老婆とかが喧嘩売りに来てる老婆って言っても、まあ僕より10歳、20歳ぐらい上ぐらいの人間。山屋とかでも同じ。酒売ってるところ。藤原台の。一回そこで、来日書っていうのを何回か買ってます。それを、空になった時、家の中、ペットボトル転がしておいてる。誰が不法侵入したか分かるから。酒飲んでるのだの何度の言いながら調子乗って、家の横で挑発行為言いに来る人間。はい、ストーカー行為法違反、裁判妨害、挑発行為。集団なら威嚇行為。はい、累犯加重プラス併合罪。あなた何回それ横通りながら言ったの？何回挑発行為とか言いに来た？もう裁判妨害とか全部くっついてくるよ。これお金に返して返してね、生活保護のまま頑張りなさいよ。あとは国庫に返納。あと僕呼ぶの損害賠償。民法である。損害賠償請求ぐらい。民事訴訟からしっかり始めてる。こっちも自分の人生がかかってる。
もうそいつら真面目に生きてない。何回も言ってる。真面目に生きてた人間がまともな収入を得れたり、もう残念ながらもう今の時代はもうこのレベル。お金持ち、もうやめといた方がいい。どうせ失敗する。逆に負債抱える。金でなんか生きていったら無理や。円安で喜んでるワールドビジネスサイトの連中なんかいらないいらない。もうそれは本当の話や。すぐに金使いよ。どうせフィナンシャルグループなんじゃないの。いやもう言った銀行。藤原台の銀行。移設しよう。新設なのか。移設新設って書いてるかもう最初からわからん。もうそこに作ってるのがもうボロボロになるまで使わないと。三井住友銀行が。もう2階建てぐらいの高さしかないから、ないって東海なんか、地震発生してもああいう作り方だったら、ちゃんと分かってて作ってるんだから、作ってる方が。はぁ、教えなきゃならないことが多すぎるアナウンサーに対して。大した実力者がいない。変に横文字入れるからや。日本語だったら覚えといたらよかったんや。覚えなあかんこと増えるからや。平気でこの間も NHK ニュースウォッチ9のアナウンサーが太陽光パネルの廃棄が数年後に60万トンってあるわけないでしょ。一応ここでもみんな見とかなきゃダメよ。はい、こういう太陽光パネルもあります。これがペレストロカイブじゃないですよ。ペレストロカイブはもっと薄いもの。みんな、ね、これ何グラムに思います。これじゃあこの1枚の部分のところ、これ10グラムありそうに思います。大体それぐらい。大体それと、そうだと思います。大体 10g あるかな、どうかなで。もうそれぐらい、60万トン？もちろん、太陽光パネルは、ガラスを敷いて、発電するタイプのものがあります。8割ぐらいが材質がガラス。それは透明のグラスを持ってみたらわかります。ワイングラスとか。持ったことあるでしょ、人生で1回ぐらい。陶器のコップと勘違いしすぎ。軽い。だから土台の金属まで計算入れたとしても、日本中で60万トンなんて数字ならないならない。浮体式なんか、池とかに浮かばせてる浮体式ね。重かったら沈むでしょ。軽い材質。ならないならない、そんな重さ。何を計算に入れたの？世界中の廃棄で土台の金属付きで60万トンとかそういうことでしょ？日本単国で60万トンなんかない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 。もういち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 太陽光パネル自然再生可能エネルギーの促進邪魔する人間ばっかり。もう、ナチュラルとコーディネーター。ガンダムシード。富野さんも、ガンダム生みの親富野さんも、エネルギーの残存量問題とか、人口増加の社会を見て、人口、だから宇宙へ移民するしかないで、宇宙移民、ジオンっていう、移民の人たちを描いてたの、最初のガンダム。すごい先見てたんです。その後の作品も全部その内容で描かれてます。だから、強化人間とかも、ああいうのも電波かな、電波のこと言ってるのかな、ニュータイプもどうなんだろうって、多分ニュータイプは神がかり的な力の使い手。で、そこまで都合のいいものでもない。だから、ナラティブもああいうふうな僕としては、描き方はできなかった。やっぱり悲しいストーリーになってる。淡井圭介との結婚話がね、テレビ局出演者の人間めちゃくちゃだったから。もともとそんなにめちゃくちゃな嘘を言う人間と結婚なんかみんなしたくないって。なあ、もう普通の仕事でもみんな金で身の色変えすぎてるんだよ。もう他の報道番組とか見てもどうせ間違える人たちいっぱい出てくると思いますよ。全部の番組なんか管理なんか無理や。この間久しぶりにニュース23見たら、
そのニュースウォッチ9プラス報道ステーションプラスワールドビジネスサテライトをある程度早送り込みで見てます。間違えてないかどうかで、間違えてたら指摘する。それしなかったら無理。日本人9割以上の人間が間違えるから。ニュース2、3見たら今度はコロナウイルスの患者の件でしたからね。検査キットまで使ってるから、ある意味ないって教えたのにまで使ってる。もうそこも、もう、どこから訴えたいんだろうね、本当に。もう厚生労働省、加藤さんのせいじゃないはずなんだけど、加藤さんから一大号令出したらいいのに、検査キットに意味がないって。これが本当の話。もう自分で実体験したか分かってるって。検査キットの陽性反応出ていても熱出してない人いっぱい見たから、現実に自分の目で。もともとあんなもんで分かると思う？自分の頭で考えた方が早いやろ。医療業界もともと大したことないの。解熱剤と、まあ下剤、下痢止め、痛み止め、まあ6種類ぐらいの薬しか本当はない。がんに効く薬も何百万とかする話、最初から嘘だから誰も買えない値段にしてるだけ。嘘で、大学の教授とか言いながら、准教授でも同じ、研究生でも同じ、嘘で税金で金稼ぎしてた連中。横領罪。もうバレた後や、何年も前から言っと。2002年サンパレス六甲でも言っと。世の中ほとんど人間捕まるから、もう道路交通法違反みたいに罰金刑で国庫に返納や。そいつらに金渡して何し始めるか分からんから、それがコロナウイルスや。医療業界 の、 その税金マジで生きてきた人間だから、みんなに迷惑かけてる自覚もなくて平気でコロナウイルスまき散らして、化学兵器や。本当は国際条約で禁止されている化学兵器は。世界中の人に迷惑かけてる。大量の殺人鬼や。医療業界がな。研究するから、最初から研究せんかったり。簡単や。もう薬はもう原材とかできた後や。もういらんって今更研究なんて。自然界の木とか草から、薬草とかから、薬作ってるんだから、できることに限界があることぐらいもう分かってるの。何十年も前から。まあとにもかくにもね、これ以上しょうもないこと、テレビ局のアナウンサー言わないように、全員 見ときなさいよ。この内容、再生回数が200超えてなかったら各報道番組の、アナウンサーとかコメンテーターが見てないっていう判断を下しますから。それ経営者が見ないで、知りませんでしたで法廷で逃げようとする方程式だから無理。で、あとね、この間の報道ステーションで、ヒロド・淡井圭介が自分の名前なのって、あれこれ注意してるのに、本当のことを言い出しましたとか言ってるの。まあ、いつも絶対さ、あんまり返納させなあかん。で、僕に損害賠償ね。ヒロドレベルはもう、あんなに大したことない人間で。それとも、格闘家のフィリップみたいに、オランダのフィリップ社の関係者みたいな形で、どっかの国の役員の娘、避け合うとよ。もうほとんどの会社、役員の娘、息子で威張れる人間いないの。もうしてしまった後や。もう言った自動車会社も、もともと何十社とあって合併した愛知県に豊田市っていう市があるの、行政がまとめたって NHK の番組で何、もう20年以上前から放送してるから、何回か。みんなの税金よ、それだったらって。最初から金持ちになる方法なんかなかったんだって。もうみんなそれでいいじゃない。以上です。皆さん、チャンネル登録と
着信履歴はしっかりとスマートフォンとか自分の持ってるスマートフォンとかに届くように自分で設定しておいてくださいよ。すぐ逃げるから、報道関係の人間見ないで。なんか本当に合併してある程度時間持たせて見なあかん。家帰ってから、その閲覧数とか喋ってる内容とかで、家帰ってから頑張ってるかどうか、自主勉してるかどうか、本当にどこの職業も、結局家帰ってから1、2時間毎日自主勉強の時間って必要、本当に。これが現実です。情報は常に動きますから。だってテレビ局は間違えた内容をいっぱい放送した後ですもん。それ正してるんですから、きりないけども、みんな努力しなきゃならない。これが現実です。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いします。チャンネル登録といろんな人たちに伝えてください。それによって阪神・淡路大震災の被災者である淡井圭介にお金が入ってくるかもしれないです。で、あと僕はライブ中継した方がいいと思います。時間決めてね。皆さん、いろいろ質問してくださいと僕はお答えしますっていう。それしなかったら多分無理や。テレビ局がいくら間違えてるかとか、その辺言わなかったら無理やわ。もう動画も自動的に削除しよう。佐々木明子さんのその解雇の件。でも解雇しなくてもいい。その代わり、けど無理やわ。そこまで優しかったら無理やわ。それ優しいじゃないから。それだったら隠蔽の加担者だもん。もう大体ワードビジネスサテライトとかは間違えてる。経済系の番組が。